Baby, I got told you like walking the wire, and if come with me, you'll be walking higher. チータンとテゴシュイエの本気でいきます。カッコカリ。チータンとテゴシュイエの本気でいきます。カッコカリ。というわけでこの番組なんですけども、この番組はですね、視聴者の方から寄せられた、公式ツイッターだったりインスタグラムに寄せられた、お悩みだったり助けてほしいことをちーたんと私てごしゅうやが手伝ったり体当たりで挑むというね、そんな番組でございます。というわけで今日なんですけども、神奈川県は平塚市にやってまいりました。そして真後ろにね見えるのが平塚市役所でございます。ちーたんが平塚来たことある？なし。本当俺ね、実は実家この辺なんですよ。近いのだからこの辺はよく家族とかで車で通ったりとか俺実際してるんですよ。はい、なんですごいいい街よ。すごいいい街だし、もちろん海もあるし山もあるしっていう感じなんで、ちょっと今日そんな中でね、どんな悩みがあるのかが全く分かんないんで、じゃあ早速そんな悩みある方に来ていただきましょう。どうぞー。こんにちは。お、こんにちは。どうぞどうぞどうぞ。あ、なんか持ってきた。七夕祭り、はい、湘南平塚七夕祭り、はい、があるんですね。はい、あ、7月7、8、9に、はい、で、これをどうすればいいんですか？今回はちょっとこの七夕祭りで大きな飾りがメイン通り、はい、駅前の商店街に出るんですけれど、うん、その飾りをお二人に一緒に作ってもらいたくて。あ、なるほどなるほど。結構たくさんの方いらっしゃいます？そうですね、去年は80万人80万人来場っていう。そんな来るんですか？はい、でも間違いなく去年より今年の方がまた多分増えますよね。そうですね、去年はちょっと夜が時間がコロナもあったので、はい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 、中止だったんですけど、今年は夜もやっているので。出店とかも出るんですか？あ、そうですね、見つけ台という公園の方で出ていますので。はい、そうか、じゃあ家族でも楽しいしカップルでも楽しいし、はい、じゃあそのね、華やかにするような飾り付けを俺とチータンでお願いします。今日やるというわけなんで、はい、ぜひぜひぜひ。ありがとうございます。はい、やらさせてください。よろしくお願いします。でちょっとこの後、はい、平塚を PR する今年の織姫の方に登場してもらいたいと思います。はい、織姫3人います。お願いします。織姫だ。何、どうした、どうした、何、どうした、あら、どうした、あ何やってんだよ、どうした、え何これ、貼らない回路いらないだろ。何それ、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 何やってんのよ、どうしたの。ああ、また何かあんの、伝えたいことが。何何何、え何よ、開けろと。これ何これ、ゴリマッチョになりたいです。どういう意味だよ。お願い事。あ、お願い、お願い事ね。ああなるほどなるほど、七夕のよくわかりましたね。あ、七夕の、あ、出た。いや、フィジークの大会出てんな。フィジークの大会ちょうど確か今頃だよ。そしてまだあるのね、世界中の皆さんが笑顔になりますように、すごい綺麗事書いてくれてありがとう。いやいや、俺も思ってるよね、やっぱね、世界ではねちょっとまだ戦争行われたりとかしますけど、やっぱ全員がね仲間で笑顔になれたらいいよねっていうのは俺も常日頃思ってますね。じゃあゴリマッチョになるということと、世界のことが考えたら世界中の人が笑顔に、いやだからこの番組とかさ見てくれた人がさ少しでも笑ってくれてさ、なんかこう悩み吹き飛んでもらったらいいよね。はい、じゃあこれがこのねチータンの今年の七夕のお祈り事ということで叶えますように。はい、じゃあちょっとそんな織姫が、はい、織姫を、織姫、おー織姫だ。織姫グータッチなのね。原監督スタイルでね、お受けしましたけども、織姫、はい、なんかイメージキャラクター的な感じなんですか？そうですね、毎年選出させていただいておりまして、ほうほうほう、今年の織姫が、はい、こちら、はい、じゃあ自己紹介を、はい、自己紹介お願いします。はい、第71回湘南平塚織姫の秋葉織姫です。大場真宏です。久保田しおりです。よろしくお願いします。おお、織姫は具体的にどういうことやるんですか？平塚の七夕祭りで、はい、パレードも駅の商店街のところでやってるんですけど、そこに出てもらったり、はい、あとは市内のイベントとかに、うんうんうん、平塚の PR ということで、うん、出てもらったりっていうのをやってます。へー、じゃあちょっと早速その駅前に移動して、はい、その飾り付けのお手伝いをこれからチーさんと一緒に行きたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。
ます。カッコ仮。さあ、というわけで移動してきたんですけども、ごめんなさい、なんで駐車場の屋上に、これ、どういうことなんですか、これ。いや、実はこの下に七夕飾りを制作している会場があるので、はい、あ、この下にあるんですか。この下にあるので、私たち織姫がこれからご案内していきます。わかりました、はい、お願いします。はい、じゃあこちらで。そういうことね。はい、お願いします。あ、ここで作ってるんですか。ここで作ってるんです。なんで駐車場で。すごい広い場所で多分使えるので。わー、釣り下げられたりとか。あ、本当だ。はい、結構大きい飾りがああいう風に飾られてるんですけど、これがすごく綺麗なので、夜になるとすごい綺麗に見えたりとか。ここで作ったやつを、はい、実際にその商店街とかに持って行って飾り付けするんですか。はい、そうなんです。なるほどね。ほうほうほう。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今これまさに作られてるんですね。これ1個作るのにどんなの期間かかるんですか。え、これこの1個に2日かかるんですか。すごい。マジで。でもまだもっとかかるかも。なんかいっぱい修正してたもん。へぇ、バランスとか見て。はい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 。どこに入ってるんですか。スッと入ってるね。こっち、M。 あ、それが何かの文字になるんだ。いや、なんだそれ。何やってんの。いいの、チータン、おしとやかキャラじゃないんだよ。もう無理だよ、チータン、イメージおしとやかじゃないんだから。こうやってふーってやってたからびっくりして、後ろ向いたら喋んねえなと思ったら。チーターもだから今日はほらお手伝いするわけですよ。してもらえるの。はい、あの今日もあの市役所の方行って、まあ、ちょっとあの商店街の方へちょっと飾り付けだったりとか、なんかお手伝いできることをしてほしいって言われて今来たんですよ。あ、そうなんですか。ありがとうございます。はい、そしたらあっちで作業してるので、はい、いいですか。あ、もちろん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 。お願いします。はいはい。チータ、ステーキ飲んだよ、ほら。いけるこれ。いけます。うん。あ、そう。顔は。チータ、ちょっと皮膚ちょっと薄くなった。気づいたんだけど、チータ。チータさ、皮膚薄くなったよね。目もなんか回復してるし。あの、夏物チータになったよね。ねえ、ちょっとなんか、心なしかスリムになって、ちょっと涼しいモード、そうよね。涼しいモードになったよね。俺わかるんだよ、そういうの。あ、そう、夏モード、ね、夏モードになってるから、チーター。本気でいきます。カッコ仮。これだ。はいはいはい、一番上。はい、開いて。はい、難しい。これがね、一緒にチーターの結構ロケやってるんですけど、チーターの方が器用なんですよ、手先。チータンできるよね、これ絶対ね。そうだよね。ちょっと手がね、指問題は出てくるよね、これね。割といろんなことね、チータン料理とかもできるから。そう、包丁も使えたし、この前。ごめんね。ちょっと指問題がな、手の形状がな、カワウソの形状だとなかなか。はい、はい、やった、あ、やった、手で。で、これ3枚目もやるんですか。そう、あ、まあ、これで大丈夫です。これでいいですね。はい、はい。ここにこれをつけるんです。はい、はい、はい。これ、こんなんでいいんですか。あ、大丈夫です。なんですか、うん、これをこれをここ、これを刺してもらって。ここ、あ、ここに刺しちゃっていいんですか。穴開けるんですか。あ、違うわ、穴開いてるわ。ここに俺に刺すなよ。あ、一番下にですね。はい、はい、はい、はい。はい。これで1個出来上がり。これで、これいいですか。これ、これ、これ、ハイヤンで出てもらっていいですか。いいです、これ。あ、なるほど。これで1個できる。はい、はい、はい。どこ行った。何、チータンは何、あいつ女子好きなんだな。結局、あいつマジで。チータンは女の子なんですか。いや、妖精でしょ。だから、だから妖精のオスメスはないわけでしょ。あ、そういうことか。ってことは、あいつオスじゃねえかって。あいつ、いっちゃ付き合って。こっちが真面目に飾り付けやってんのによ。おい、女子会してんじゃねえよ。チータン、ここ平塚市だよ。チータン、港区じゃないんだから。すごいね、自然の豊かで海もあっていいとこなんだよ、ここ。はい、キャッキャしてんな。
あいつロケを舐めてるわ。あいつマジで。おい貴様、パチパチじゃないんだよ。楽しそうにキャッキャしてんな。待て、これ結構むずいんだよ、シータン。この針金がね、短いとこがあってむずいんだよ。うっせぇな、やってんだよ。どうしたのよ。あ、いけたいけた。ちょっとちょうだい。あ、もう持ってない。ちょっと持ってない。ちょっと1個ちょうだい。S に見えんのかな。もう一個。サンキュー。できた。できたできた。あ、S。いけます。ありがとうございます。はい。手越さん、お願いがあるんですけど。はいはいはい。いいですか、もう一個。いいですよ。私たちメンバーで、はい、短冊とかあるじゃないですか、はい、あれみたいに、うん、一人一人からこう願い事を聞いて、はい、それを書いていただいても大丈夫ですか。あ、いいですよ、いいですよ。これにじゃあお願い事書けばいいですか。はい、チータンさっき2個お願い事書いてたもんね。テーブル行っちゃってる。じいさん、テーブル行っちゃってる。テーブルにいって書いちゃってる。じいさん、文字数どうすんのかと思ったらテーブル行っちゃってるから。これいいけど油性だぜ。テーブルにいって書いてあるから。おお、イエーイ。はい、2人とも書きました。まあ、俺からね。まあ、まず俺は、はい、これ湘南平塚七夕祭りに来られた方々の毎日が笑顔でいられますように、デイって書きました。はい、じゃあチータン、チータンは何て書いたの。ん、湘南平塚七夕祭り、ゴリゴリムキムキマッチョになりたいで、ここにいいです。チータン、おお、さっきのやつね。おー、でこれをね、せっかくなら飾っていただいて。すみません、ありがとうございました。はい、いえ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 、今日は本当に助かりました。いえいえいえ、楽しかったです。なんかもう皆さんがね、この、もうこの約 2,3 週間後に多分家族だったりカップルとかね、いろんな形で楽しむであろうお祭りに少しでもちょっとこうお手伝いできて、はい、はい、すごく楽しかったです。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。助かりました。いえいえ、ね、しりちゃんね。しりちゃん、ありがとうございます。3日間あの無事に開催されることを願ってます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。まだまだこれから頑張ります。はい、頑張ってください。